こんにちは、インタビュアーの山倉洋平です。本日も再発しないを目指している歯科医師木本正弘先生にお話を伺っていきたいと思います。先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日いただいているご質問が、はい、先日かぶせ物、過去白いものが外れて飲み込んでしまいました、はい、かぶせ物はどんな材質ですかというご質問をいただいております。はい、ちょっとこうすごい心配になるようなそうですね、出来事なんですけれども、はい、どんな材質を使っているものがいいんでしょうか。そうですね、大体白いか詰め物だったりかぶせ物は、はい、まあ、セラミックか、はい、プラスチックの材料なんですね。で、まあ、それは細かい違いはあるんですけども、はい、大体その2つでして、で両方とも飲み込んでしまっても消化吸収はされずに、おそらく、まあ、数日間のうちには排泄されて、はい、無害な状態になりますので、特に健康に大きな影響を及ぼすということはないです。ただ例えば肺に入っちゃったりとかして、はい、特に高齢者に多いんですけども、誤嚥性肺炎といって、それで肺炎を引き起こして、まあ、場合によっては命の、ね、危機になるっていうこともあります。ただその場合には、咳込んだりとか、はい、まあ、そういったことでご自身でも分かりますから、そういう自覚がなく、いつの間にか食事と一緒に飛び込んでしまったというような、はい、場合には、もう肺の方には行ってないので、もう気にせずに、まあ、歯医者さんに行ってその旨を伝えていただければいいと思います。じゃあこう飲み込んだからで特にこうそんなにこう心配することはそうですね、しっかり出てくれば OK ってことですね、はい、まあ、でも一応なんかそれを歯医者さんに行って報告したりした方がいいでしょうか、ね、そうですね、はい、一応お伝えした方がいいと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、本日は先日かぶせ物、過去白いのが、外れて飲み込んでしまいました、かぶせ物はどんな材質でしょうかというご質問を先生に聞いてみました。はい、先生本日もありがとうございました。ありがとうございました。